一時はどうなるかと思ったが、こいつらをできるだけ無様に倒して。15ラブ。次行きますよ。30ラブ。イオリってスポーツ得意だったんだね。そういや、あいつあん時もコントロール良かったよな。ああ、ちさちゃんのスカートめくった時か。お前、水泳以外なら任せとけ。調子に乗るなよ。よっしゃ、このやばいわ。来い。おう、乗る。奴ら結構やるぞ。お前がやらなすぎるだけだ。そうか、狙いは KO だ。よし、それでこそ北原だ。はっ。は？命中。お前どういうつもりで。いやー、不慮の事故で欠員が出てしまいましたので、メンバー交代でいいですよね。おっと、出番か。俺もいけるが。なあ、コウヘイ。お前は美形だ。何を。お前が出ればきっと勝てる。サークルのためにお前の魅力を貸してくれないか。そう言われても。じゃあ俺は必要ないですよね。なぜだ。だって公平がいるじゃないですか。なあ、イオリ。何ですか。お前はネタ枠だ。ぶち殺しますよ。今までとは違う環境で俺はどんな出会いをするのだろう。なんで店の中にあんな変態が。待てよ、新入生。外に出てくるのかよ。待てよ、新人。なぜ逃げる。逃げるに決まってるでしょ。さてはお前、人見知りのシャイボーイだな。自分の過去を分かってます。そんなことはどうでもいい。4年ぶりか。やるじゃねえか、ゆり。3人抜きたおそろいったぜ。早く負けて俺のゴリッパ様をお披露目したいな。よく言うぜ。どうせ爪楊枝だろ。何人かかってくようとも俺のパンツは。あ、スタちゃん、お帰りなさい。ただいま。よう、久しぶりだな、チサ。俺のことを覚えてるか。これもう捨てないとダメみたい。俺の手そんなに汚いのか。イオリがこんな頭の悪い人間になってるとは思わなかった。違うんだ。なんでこんなことに。何飲む。ウーロン茶でお願いします。よし、わかった。おい、ウーロン茶。これは俺の知ってるウーロン茶じゃない。何を言う。ウーロン茶の色がついているだろう。しかも色だけじゃなく火もつくんだぞ。火がつく時点で大部分がアルコールだ。なら水でどうだ。